職場の人に舌打ちされたことはあるかい？自分の両親にがっかりされたことはあるかい？特別になれないとある日突然気づいたのかい？取り柄のないクズだって生きてていいだろうが、はい、生きるのだれ、生きるのだれ、まだ死んじゃダメ、まだ死んじゃダメ、生きててどうなれ、それはわかんない、でも一緒に生きようよ。才能なんて幻想と心当たりで気づいたのかい？化け物みたいな奴がゴロゴロいると知ったのかい？そんな中誰よりも頑張ってる奴を見ちゃったのかい？そうして自分の手には何はなかったのかい？想像上のストーリーが希望に満ちた歌を歌って、できつこまいがいるぞって笑う。